皆さんこんばんは。山下エンジニアリングの山下です。今日は、もう毎日ほぼ毎日乗っているフュージョンですね、フュージョンのプーリーを交換したいと思います。特に不満があるわけじゃないんですけど、最高速がだいたい120キロで頭打ち、加速はおおむね満足してるんですけど、もうちょっと速くなる余地があるんじゃないかなと思って、ちょっとプーリー、ベルトも交換してプーリーを見てみようかなと、思います。ちょっとだけ、軽くしようかなっていう感じです。はい。バイパスとか、僕ほとんど、高速使うことが多いんで、高速メインな感じなんですけど、はい、もうちょっと、最高速伸ばしたいなって、思っています。なので、ちょっとその様子をお送りしたいと思います。はい、純正ミラーになってます。今日使うのはこの他車種のプーリーなんですけど、こっちの、27グラム6個でいこうかなってとりあえずは思っていますね。ちょっとプーリーとかも削って加工したいななんて思っています。はい、とりあえずプーリー外しました。密閉式なので分解しないと、いけないので分解して、多分中グリスで、密閉されてます。まだまだ外周まで若干余地がありますね。キワキワまで狙いたいんですけど、ちょっとはい交換していきます。これベルトっすね。
はい、外したベルトと新品のベルトです。測ったら、1ミリぐらい下がりましたね。でも僕のフュージョンは走行距離1万3000キロなので、まあ、多分変えてないとは思うんですけど、はい、1ミリぐらい新品の方が太い状態でした。まあ1ミリぐらいですね、本当にわずかですけど、はい、まあまだまだ使えそうですけど、とりあえず新品に変えていきます。というわけでプリとベルトの交換が終わり、まあ、ちょっとしたテストもしてきました。まあ、100キロまでの加速が、まあ、割と速くなったかなっていう感じを受けましたね。はい、結構体感できたんで、まあ、もうちょっと煮詰めていきたいなとは思います。再加速がもうちょっとレスポンスがいいと、あ、乗りやすくなるかなっていう感じでした。はい、まあ、単純に、発進から、100キロぐらいまでの加速は結構いい感じになったので、まあ、ちょっとこれで常用使用してみて、で、まあ、最高速、まあ、テストしてみてどうかなっていう、感じです。で、まあ、純正の今までついてたプーリーもなんか段付きがあったりとかしたんで、はい、まあ、1万3000キロでしたけど、まあ、ベルトも1ミリぐらい幅が減ってたような感じなので、まあ最高速も多少伸びるんじゃないかなっていう感じではあるんですけど、はい、まあまあちょっとやってみないと分かんないですね。はい、今回はフュージョンのプリを交換した回でした。本当にフュージョンばっかり乗ってますね。はい、まあ、便利なんですよ、とにかく。まあ、寒くないっていうのと荷物が積めるっていうのが、まあ、とにかくありがたいですね。まあ、ちょっと話は変わるんですけど、最近、まあ、ヤフオクとかずっと見てるんですけど、まあ、過去に僕が作ったバイクが割と出品されることが、まあ、ちらほら、あるかなっていう感じがしています。まあ、自分が作ったバイクなんですぐ分かるんですけど、はい、ちょっと寂しいような、気もしますね。まあ、もしこれ見てる方で僕が作ったバイク手放すっていう方がいらっしゃったら、はい、ご連絡いただけると、ありがたいです。その辺の買取店よりかは、高く買い取ることがもちろんできますので、はい、ご相談、いただければと思います。まあ、状況によっては買い取れないこともあるんですけど、僕の方でちょっと在庫がいっぱいとか、まあ、オーダーの予定がないような車両だと、まあ、あと条件ですね、はい、まあ、金額の折り合いがつかないちょっと、難しいパターンもあるんですけど、まあ、相談してもらえると、はい、大変ありがたいと思います。
あと今年はですね、さすがにちょっと一人が限界になってきたので、まあ、誰かお手伝いしてくれる人を募集しようかなと、思っています。はい、まあ、主に業務内容は、まあYouTube の撮影とか、まあ、車両の、まあ、簡単な整備と簡単な、撮影とかですね。はい、カスタム以外の、まあ、その業者オークションで買ったバイクを整備して、販売するっていう方をちょっとお願いしようかなと思っています。はい、経験は不問です。バイク好きな方であれば、はい、まあ、とりあえず正社員というか、まあ、アルバイトかなっていう感じになるんですけど、はい、その辺はちょっと、まあ、面接をして、条件と、まあ、希望とか聞きながら、考えたいと、思っています。なのでもし、アルバイトしてみたいなっていう方いらっしゃったら、メールの方に、アルバイトの件ということでご連絡いただけるとありがたいです。はい、今回は、フュージョンのプリ交換の話でした。今年であんま寒くないですよね。はい、なんかバイク乗ってても全然寒くない気がするのはフュージョンだからかな。どうなんでしょう。はい、ではまた次回、よろしくお願いします。ありがとうございました。